宮崎よかとこ紹介、宮崎チャンネルのあゆみです。走ろうと思って準備してきました。田中雄大さんが声をかけてくださったんですけど、この二人は同じ名字ということで弟なんですけども、自分のいとこと田中雄大さんがお友達で、人生のうちに、はい、まあ走長い距離を走っとこうと思って、うん、で今日はチャレンジして、もうちょっと今しめてもらう、今しめです、今しめる、はい、今しめ、今しめ、じゃあ早速出発します。しゃイエーイここが俺らのアナザースカイ。めっちゃ綺麗。これは銀行の CM かな、やっぱ宮崎って言ったら夢に、夢に、あ、夢に、あ、ここからいるわ、めっちゃ撮ってるめっちゃ夢に、夢に、階段来るね、なんか来る階段、これ来る、取った。いい石はあんまないな。石切り。水切り。あ、水切り。間違えた。おお。え、そんなすぐパッてできるもんですか？してみたら。みんなめっちゃできる。やってみよう。コツは回転。あ、平たいの、ありがとうございます。指かけて。跳ねるのは結構。こう、こう、こう書いておける。腰まで入ってするとめっちゃできるからね。できるね。ここ、ここに投げるから。もう足が今、やばいかもしれない。いい石巡り合えてない。俺も俺も。石でそんな変わるんですか？全然違う。ちょっと重い、これぐらいの石もいいかね。重いぐらい。あ、一何千円一両。一両やだね。手が揺れるし。2回、2回、2回、とりあえず2回、すごい入った、いいな、楽しそう、やりたい。めっちゃ石、どれも大きくないですか？だってベスト、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 形がベストですね。え、それを切るんですか？1回行けばいい、つなげる、足元にね、それそれそれ、これまあまあ、めっちゃ平たい。3回はいけんじゃない？あ、すげえ、すごっ、そんな大きくてもやばっ、めっちゃ投げ方めっちゃ野球みたいな感じや。いや、野球してたから。あ、そっか。おー、すげえすげえ、え、見えてない。めっちゃ8回行ったけど、なんかキャベツがいっぱい落ちてる。海藻半分回転ゲー、半分石ゲーだよね、多分。石ゲー、石選び、運ゲー、あ、石選び、あ、戻った戻った、あ、やばちょっと才能がない、投げる才能が、はい、来ました、いけて、あ、やべ蹴っ飛ばしましたどうやったっけこれね、え、一発やん、え、なんでつってさ、遠くからこれに当てようや、みんなであ、惜しい、え、あ、あ誰誰誰やったアップやったー、なんでだよ、惜しい、あこれが普通なんですプロ、プロ、プロ、本当や、いけた、どうやって北京は結構ねこれ違う、テニスボール3つ乗っけたことあるんですよ、え、すごい得意じゃん、もう重心探しのプロおったテニスボール3つ無理やろ、うん、あ、一発やべ、え、どんだけ向き合ってもいや、意外とね
をこういうところにちょっとね乗せるっちゃう。あ、それってそれあり？ありありあり。つるつるの床の上を叩いてこれ。そうやん。気のねえとこに煙は立たんかい。石も。あ、いけたいけた。よっしゃ。結構重いんです。あると思います。うわぁ来た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 。あ、こっち、え、すごい、もう着々と。そんな簡単に乗せれちゃう、うん、おい、おい、おいちゃん、おい、いいね。えぇ、努力は実るやん。え、ちょ、一回写真撮ろう俺。狙われてる。上来た。すごいじゃん。行ってもうた。取ったらしい。2段上がったから。2段上がった。今何段？ 1,2,3,4,5,6,7,8 段。9段目。10いける。上が丸いから。これ考えるね。これちょっと考えるね。自分だけのものじゃなくなったもん、いよいよ。あ、ダメだ。あ、自分で崩した。ダメだった。ちょっと回転かける。そう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 。押し出して。そう。あ、嬉しい。何やろ。ちょっとダメですね。高さがやっぱうまいね。低く。何回もしないとあれごまかしたね、今。でした。2です。投げる競技ちょっと無理ですね。だいぶでも休憩だったね。それはない。そうそうそう、30キロ。あ、あと10キロ。あ、10キロ、もうすぐだと思ってしまう思考になってしまった。だって30キロ走ってきたから。30キロ終わった。うん、4分の1。あとあと多分2キロぐらいであれ着くわ。あ、道の駅でしたね。この郵便受けが可愛い。船のマークが漁港、うん、めっちゃ綺麗。めっちゃ俺が釣りに行く。釣り、あ、この辺に初めて一緒に行ったの。うん、釣れんくてつまらない、うん、俺だけずっと帰ってんだ。でもね、うん、あれ粘ったね。うーん、めっちゃ寒かったもん途中から。すごい綺麗だもん、だって。え、かわいい、この家も。お店やろか、ヒューガ、キミツ。耳つかない。耳つかない、耳つかない。キミツって呼んでる。この町いいですね。こういうのが好きな人はもう、ねえ、海もあって。ねえ、下りが痛いよね。あるから今日は大丈夫よ。まだ3時半ぐらい。いや、もういっぱい貯金作ってるからね。あ、貯金を。ヘベース、ドリンクのこと。地元の人はヘベジュースって言うの。ヘベジュース。へぇ、これのことで。そうなんですね。こっちの場合じゃないよ。ヘベースしか勝たん。今時本当か。ビールしか勝たん。本当はビール。えぐい。9キロ。何分ぐらいですかね。1時間半。あ、今日いい波。いい波。花が咲くのかな。
しやろう。うわ、いい疲労感、ほんと、これいい疲労感、めっちゃ動いたなっていう感じが出てますよ、うん、夜眠れないかも、痛くて逆に布団に溶けるじゃなくて、もう溶けるそっか、もうすぐ着くのか、もう、もう、うん、報われました、めっちゃ綺麗、報われました、やっと浜まで来ました、すいません、遅くなりました、よし、ゆっくりしてからタクシーちょっと10分くらいです調べたんですけど、そう、10分で10分で着くんだいいんですか、やばいありがとうございます、一番欲しいのはやっぱ水分や、うん、めっちゃ水分欲しかったです、いいんですか、ありがとうございます、いただきます、喜んで、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、わー、日本人の最後はお茶やから、いただきます、ありがとうございます、いや絶対うまい、よかった、よかったです、ゴールじゃないけどゴールできましたね、安心するね、なんかめちゃめちゃ安心する、おばあちゃん家の畳くらい安心する、わかるわ、わかるやろありがとうございます、本当ですね、一気にラスト10キロがきつかった、あーもう足がゆっくりのペースも走れなかったですちゃんとゴールしよう、だからゴールあの丸いやつをじゃあ、あそこがゴールで完勝ね、せーの、ゴールお疲れ様でした、達成感、やっぱかなりきつかったです、きつかった、まあ、ですけど、まあ、17歳の自分に追いつくことができたので、これからも若くい続けたいと思います、うん、めちゃめちゃもう足に苦しいって感じで40キロという距離をまあ舐めちゃいけないなと思った、企画してる距離が120キロなんで、こういう距離をしっかり走れるようにして企画への足がかりにできればいいなと思います、ありがとうございました、楽しかったです、はい、ありがとうございました、想像をはるかに超えるきつさで、もう当分はちょっと歩かないでいいかな、歩かないでいいかなそこまでいった、まあ、人生に本当一回は経験した方がいいと思う、皆さんもぜひチャレンジしてくださいありがとうございました、やったすごかった、ありがとうございました、よっしゃ終わりですね、あ、来てるタクシもう真っ暗になっちゃったね、ハートのコメントとか言い出した